パーティーはクライマックスを迎えたわね。メイ、意外だった？起源の律者、私のもう一つの名前はどうだった？起源の律者？ごく普通の人間の女の子。感想はそれだけ。やっ、こんな雪景色は気に入った？どうしても選んでほしいなら情熱的なあなたを選ぶわね。頑張ってね。天然たる花々咲き誇れ。こんなステップ合わせにくいわ。だからメイはもっと積極的にならないと。やっ、やっ、寒いなら押しかけわがままを聞いてあげる。もう少し頑張って。私に服従しなさい。
これで終わりなの？ええ、終わりよ。まさか最後にこんな形でもう一度あの時のパーティーを体験できるとは思わなかったわ。ありがとう、メイ。つまりそれが英傑たちの目に映ったあなたの最後の姿なのね。ええ、欠席した人たちはエリシアを信じてるから討伐を拒んだ。出席した人たちはエリシアを信じてるからパーティーに参加した。共通の敵を討伐することでみんなを一致団結させようと思ってたけど、最後は別の形で願いが叶ったわね。みんなに出会えて私は本当にラッキーだったわ。エリシアを信じているからパーティーに参加したということは、水晶の花の持ち主たち、ケビン、エデン、アポニア、ビルビーは最初から見抜いていたの？メイのところで検査を受けた後、私は自分の話を細かいところも含めて全部エデンに教えたわ。ほら、月明かりの下というロマンチックな雰囲気の場所だとついつい話しちゃうものでしょ。それにエデンは聞き上手だから。アポニアは最初から私は特別だって知ってたの。彼女には何かを見る能力があるから。でも彼女は誰にも話さなかった。曖昧な運命の糸より私が見たあなたを信じたいってね。あんなに興奮してた彼女は珍しかったわ。そしてビルビーはね、頭がいいからメイと同じように自分の推論だけで答えを導き出したの。でも彼女も誰にも話さなかったわ。マジックのネタバレはあまりにも風情がないなんて、とても彼女らしいでしょ。ケビンは真相を何も知らなかったの。パーティーに出席したのはただ私にこう伝えたかっただけ。律者などここにはいない。いるのは神話の命を持つ英傑だけだ。女の子の視点から見ると彼ってば本当におバカさんよね。昔と変わらないわ。本当にみんなこんなにも私のことを信頼してくれてた。私もそれをちゃんと知ってたわ。でも私がしたことは変わらないし変えられない。私たちの文明は破滅に向かった。私に唯一できるのは次の世代に希望を残すこと。私は自分の消失を代価にある賭けをした。未来が、アポニアが見た運命が多少変わるようにと願ったの。成功するかどうかは知らないし、その後に何が起こるかもわからないけど、それでも私は結果を残せるって信じたかった。信じたいと思う人には何かを変える力がある。そして今メイ、私はようやく答えがわかったわ。
私は雷の律者。それ以前に、ライデン・メイよ。ここにいる私が、一つの証明、最高の証明になる。今さら、こんなことを言うなんて、少し遅すぎるけど。ありがとう、エリシア。すべての始まりに、私たちに運命を変えるチャンスをくれて、ありがとう。誰かのすべてを背負うのは、想像できないほど重いことだった。でもあなたは、あなたたちは、そうするべきだと私に思わせてくれた。あら、今のメイは素直ね。しかも私のことも、よく理解してくれてる。本当に反則だわ。そんなことを言われたら、ますます別れが寂しくなるじゃない。そうね。メイ、当ててみて。今の私は、何がしたいと思う？とこしえの楽園をもう一度見ておきたい、かしら。あら、正解。でも、ちょっと足りなかったわね。私はメイと一緒がいいの。ええ。別れる前に、私と一緒に歩きましょう。ね。メイ、とこしえの楽園にある他のエリアは昼夜が入れ替わるのに、どうしてここだけずっと夕方か知ってる？照明のついた遊園地が一番綺麗だから、でしょ？正解よ。その一番綺麗な瞬間をずっと保存しておきたかったの。たとえ永遠にも終わる日が来るとしてもね。もともとはメイと一緒にここのジェットコースターに乗ってあの島に行くつもりだったけど、まさかいろいろあるなんてね。このジェットコースターはとこしえの楽園を囲むように設置されているんでしょ？そうよ。長い軌道に沿ってぐるぐると繰り返して、あらゆる美しい景色を一望できるの。終点に着いた時にまた出発点に戻れるようにね。見て、メリーゴーラウンドよ。妖精エリはこれが大好きって言ってたわ。メリーゴーラウンドを嫌う人はいないでしょ。これを十三英傑の交流イベントにしようと思ったんだけど、私自分で却下したの。だってこのメリーゴーラウンドの馬は12体しかいないんだもの。残された人はきっと悲しむでしょ。今日はそんな心配はいらないわね。でも空席はなんだかより寂しく見えるわ。ヘリー、ヘリー、遊ぼう。ごめんね、マリアン。今日は一緒に遊べないの。この綺麗なお姉さんと一緒に遊んでるから。わかった。じゃあ今度一緒に遊んで。約束だよ。え？約束よ。おや、エリちゃんじゃないか。さてはお腹が空いたんじゃな。セティのおじいちゃん、その通りよ。だっておじいちゃんの焼いたケーキが一番おいしいもの。
そうじゃと思った。さあ、これはエリちゃんの分じゃ。ありがとう、いただくわ。メイメイ、はい、食べてみて。おいしいものは一緒に食べないと。ええ。あれ、エリシア、今日は随分と綺麗だね。誰に会うの？あら、エイシャ、そうでしょ？今日は特別におめかししたの。理由は、当ててみて。またもったいぶって。やめておく。どうせ我慢できずに自分で教えてくれるだろうし。もう、エイシャったら、本当に私のことをよく知ってるのね。ところで、あの壁画は？あ、そうだった。まだメイに言ってなかったわね。あの壁画に書いてあるのは月よ。月？はるか昔、人類は月で何かを発見したみたい。でも、火を追う画の中で、それは空白の歴史になった。わざと隠されたの？私に内緒ってだけかもしれないわ。だってメビウスはかなり前から私のことを疑ってたもの。最後はやっぱりここに戻るのよね。ここはトコシエの楽園の中で一番好きな場所なの。見ての通り、あらゆる美しいものが集う平和で永久の夢のような場所。あらゆる理想の先にある無垢の楽園。エリシアの一生は当然そうあるべき。そうでしょ？何度見てもトコシエの楽園は完璧よね。最後でも最初に見た時のように感動するわ。それじゃ、全ての始まりの場所で完璧なピリオドを打ちましょう。ええ、分かってるわ。メイはきっと寂しいんでしょ？だってせっかく再会したのにまた別れるなんて本当に理不尽だって、そう思わない？でも別れはいつかやってくる。物語に結末が訪れるようにね。だからそんな顔しないで、メイ、笑ってね。本当に終わるの？ええ、だってみんなの努力は全部この時のためにあったんだもの。心配しないで。メイが無事に現実に戻れるように私が守ってあげる。おめでとう。これでメイは古の楽園を正式に卒業したことになる。そして顔を上げて誇らしく未来へと歩き出して。私はまだ別れの準備ができてない？実は、私もよ。じゃあ、最後の時間は、もう一度ジェットコースターに乗って過ごしましょう。今回はスピードを落として、景色だけ見ましょう。ね？ええ。実は、メイの反応を見てとっくに分かってたわ。ほら、私もメイのことがどんどん分かるようになっていったでしょ。
あなたって周りの人たちのことをとてもよく理解してるわよね。ええ、だって私はみんなのことをちゃんと見てたもの。十三英傑でも火を浮かの戦士でも、私が出会った普通の人たちでも、みんな平凡な人で特別な人なの。私は共に暮らすことで彼らの人生の軌跡を観察して、喜怒哀楽を感じて、思いや思考を共有して、唯一無二の魂を見届けた。そういう美しい積み重ねがあったからこそエリシアは生まれた。そうでしょ、私はそういう人たち、そういう世界が好きなの。ええ、あなたの言ってることは全部ありのままの心から出たものだって信じてるわ。ん？その言い方、まさかメイは今まで信じてくれてなかったの？私悲しむわよ。エリシア、今日のあなたは冗談が多いわね。そうやって冗談交じりで話をはぐらかすのは本当の気持ちを隠すため。あなたって本当に嘘がつけないわね。メイ、これ以上言ったら私本当に泣いちゃうわよ。泣きながらメイと別れたくないの。女の子は笑った方が綺麗だから。メイはちゃんと私の笑顔を覚えてくれる。そうよね。ええ、ずっとずっと心に刻んでおくわ。うん、絶対に忘れないで。この可愛らしい顔と可愛らしい声、私がメイに話したことも全部全部覚えててね。でも忘れてしまっても大丈夫よ。メイ、どうして泣いてるの？ギュッと抱きしめてあげた方がいい？泣いてないわよ。本当に？本当に。本当に泣いてないの？今は泣いてないから。よかった。私言ったでしょ？メイは笑った方が綺麗だって。メイが先にあんなことを口にしたから、思わずからかってみたの。こういうことに関して、私はメイに譲ったりしないわ。ええ、あなたの勝ちよ。いいでしょ？メイは、がっかりする？あんなに努力したのに、結局別れを告げることになるなんて。少なくとも私たちは、ちゃんと別れを告げられるでしょう。なんだか、ずっとさよならって言ってる気がするわね。多分今回も最後じゃないはず。でもね、悲劇は終わりではなく、希望の始まり。そうでしょう。たとえ未来を変えられなくても、私は、その結果にたどり着くまでの過程を自分で決めたい。大事なのは、この旅の中で私が何を信じたいと思ったかなの。それ次第でゴールに着いた時に私が何を得られるかが決まる。その結末も全然違う意味を持つはずよ。今この瞬間のように私は楽園であなたたちと出会って、その人生に触れ、意志を理解して、13人のヒーローの命を全て見届けた。私たちが作った記憶は消えない。私たちが残した感情も消えない。それらは私の体に消せない痕跡として残り、未来までずっとずっと語り継がれていく。私はあなたたちが存在した証になる。あなたたちが永遠に存在する証になるから。これは人類だけができること。物語の最もすごいところでもある。
そう思わない？ええ、イニシエの楽園と同じように今後も私たちの今の姿が見えて心に何かを残す。そうよね。ええ、心の中で。過去は未来を切り開ける。そう信じてる限り思いは現在を作り出せるわ。じゃあ歴史にあったものよりもずっと素敵な結末を残さないと。何の遺憾もなく最も盛大な幕引きをね。何をするつもり？メイを楽園から送り出した後、私は新色のリスチャに会いに行くつもりよ。タイプ666を直接起動させないの？そうしてもいいんだけど、その前に彼女に会ってみたい。敵とはいえ同じ律者として彼女の考えを気持ちを知りたいの。相手は楽園の中でもひときわ特殊な存在よ。危険な目に遭うかもしれないわ。うん、そうかもしれないわね。でも危険だと知りながらチャレンジするのも人類ならではの行動でしょ。それに私はみんなを迎えに行かなきゃ。みんなを？私は彼らの記憶の中に生きてる。同じように彼らもまた私の記憶の中に生きてる。私たち13人の人生はとっくに混じり合って切っても切れないものになってるの。そんな彼らがやり遂げてみせたんだもの。私だってできるはずでしょ。今度は私がみんなのそばに行く番なの。そうね、あなたはそういう人だった。そしてあなたは誰かをがっかりさせたりしない。そうだって私だもの。幕引きだとしても英傑たちの物語はキラキラと輝いててほしいの。私たちは存在して抗って必死に生きてた。そして今あらゆる希望、未来、選べる権利をあなたたちに渡したい。現実には完璧なんてないけど、欠陥を受け入れ苦しみに直面しても勇気と知恵でそれらを背負う人は限りなく完璧に近い存在よ。今私たちの物語は本当に終わりを迎える。メイ、これで最後だから。昔と同じようにもう一度みんなに会ってちゃんと別れを告げましょう。ええ、メイの姉ちゃん、私の幸運を分けてあげるから安心して。今後久しぶりに着た服のポケットから小銭が出てきたり、自販機で飲み物が一本多く出てきたりした時は私の幸運が効いてるってことだよ。メイの姉ちゃんは私の友達だから特別サービス、お金は取らないよ。メイさん、あなたが話していた委員長のことを少し理解できました。彼女のことを、その時の私の気持ちを理解できました。未来の私を助けてくれてありがとうございます。そして過去についてはとっくに未来の一部になっている。そう思いませんか？雲は綺麗。
星は綺麗、メイお姉ちゃんも綺麗、私も星もずっとメイお姉ちゃんを見てる。私たちは星になってメイお姉ちゃんを見守るから、だからずっと一緒だよ。何の変わりもない姿でここを出られるとは思わなかったわ。残念よ。増えたり欠けたり変化があった方が人はより良くなるはずよ。そう思わない？まあいいわ、思い出を多く手に入れたなんて言わないで。私は過去に浸るタイプじゃないから。だからここを出たらちゃんと頑張りなさい、ラットさん。このメビウスの期待を裏切らないようにね。これ以上の言葉は不要だろう。あんたは俺たちよりずっと遠くへ行ける。俺たちが越えられなかったものに勝てる。だからどうか元気で。何時と出会えて嬉しかったぞ、メイ殿。現実でも楽園でもわらわと話が合う者は滅多にいなかった。共に肩を並べて戦えたことを光栄に思っておる、何時の。健闘を祈っておるぞ。来訪者、君は探していた答えを手にすることができただろうか。たとえ心の中に迷いがあっても慌てる必要はない。君には咀嚼する時間がまだたくさんあるのだから。思考は過程自体も意味をなす。君、それから君たちはいずれ自分の道を見つけるはずだ。もういい、行け。あ？まさか俺に感動的な言葉を言ってほしいのか。だったら相手を間違えたな。だがお前の名前は覚えたぞ、ライデン・メイ。やあメイさん、サプライズだよ。実は君の頭の中にバックドアを残しておいたんだ。ざれ事。私が残したバックドアは私以外誰も気づけない。待って、ここはバックドアなんかないって説明するところでしょ。はあ、自分自身と喧嘩するという状況が君にはないことを願ってるよ。じゃあさよなら。ありがとうメイさん、あなたは楽園にたくさんのものを与えてくれた。返したくても返せないから、私たちにできるのはただ祝福を送ることと祈ることだけ。文明が星のように続きますように。世界が黄金のように輝きますように。古の楽園は私が予見した結末、破滅と暗闇を迎えた。でもこんな形で実現して私はとても嬉しい。だからどうか運命を振り切って、メイ、あなたにはとうにその力があるのだから。君は十三英傑に認められた。ならばこれ以上言うことはない。ここにいる僕も現実にいる僕もだ。そう、彼はきっと君を待っている。
君たちが納得する結果を出せることを願っている。胸を張って未来と向き合うんだ、雷の律者。自分を信じていいと君は知っているはずだから。じゃーん、最後はやっぱり私よね。だって私が最初の第一位だもの。エリシアはいつもこう、すべての始まりでありすべての終わりでもある。そうでしょ。だから今度は本当のさよならなの。ありがとうメイ、ここに来てくれて、私たちと出会って話してくれてありがとう。私たちの名前を覚えて私たちの物語に耳を傾けてくれてありがとう。メインが私たちを覚えてくれる限りこの物語は消えない。人間だけがそう思えるし、人間だけがその信念を現実にできるからね。だから今最後のシンガの命をあなたに、新世代の人類に送るわ。この名前には万物の起源が託されてる。私たちの思いと祝福はいつかあなたの新しい力になるはずよ。そしてあなたはこの名前に新しい意味を与えるでしょう。私たちは過去に残るけど、あなたは未来へ歩き出す。未来であなただけの無垢で美しい光を咲かせましょう。何せ美しい女の子は何だってできるんだから。あら、どうしちゃったの。そろそろ出発しないと本当に間に合わなくなるわよ。ええ、でも大丈夫。あなたはすでに私のすべてを背負ってるでしょ。ありがとう。私は決して忘れない。さよなら、火を追う中三英傑。さよなら、エレシウ。